皆さんこんにちは、ニニケイです。こんにちは、ニニケイです。柏は最近の町田戦で負けてしまいましたので、今日は鹿島と対戦します。柏は守備と攻撃のバランスを整える必要があると思います、今天我们将在主场迎战劲敌鹿岛鹿角。相手はすごいですね。今19勝ち点で J1 の5位にいます。レソロは1回戦少ない、14勝ち点で13位にいます。今相手って今2連勝です。すごいですね。すごい。鹿島は今シーズン新しい監督の友で練習してて、特に攻撃がすごいんだよ。相手の安西選手や野呂選手がなんか試合数高い位置に積極的に攻めてて、鈴木選手もゴールを決めてる、勝ち点をつるんできました、鈴木選手は今得点ランキング5位にいます。すごいね。鹿島アンドラーズ、中文名叫鹿岛鹿角，当之无愧的日本第一豪门球队，在中国有很高的知名度。よく知られてる。そうですよ。球队最早是1947年成立，他们的主场现在是在茨城县的鹿岛市，是一个专业球场。在我心中，他们是日本我觉得最漂亮的专业足球场之一。鹿岛鹿角也是接连赛最初成立的十支球队之一，他们至今为止没有降级过。好厉害。另外一支还没有降级过的十支元老球队是横滨水手。鹿岛鹿角一共拿了8次 J1 的冠军，然后是日本夺冠次数最多的，还有5次天皇杯冠军和6次联赛杯冠军，而且他们也是亚冠的常客，取得过1次的亚冠冠军，所以他应该是当之无愧的日本第一豪门。所以今天我们要全力以赴，全力以赴，よく頑張ります，頑張りましょう。我们因为上一场0-2的失利，排名也有所下降，所以我们球迷现在非常期待在主场能够取得一场胜利，特别是对这种强队的胜利，一定会鼓舞大家的士气。頑張ります，頑張りましょう。今インタビューします。はい、今日の試合で注目選手は誰ですか？いつもサビオです。あ、そうですよね。あと勝敗予想は、勝敗予想は2-0と思います、得点選手はサビオ、もう一個サビオ、はい、やはり大好きですよねホームで絶対勝ちます。絶対。今日の試合で注目している選手は誰ですか？あ、今日ですよね、島村選手です。勝敗予想はどうですか？今日は3-1です。3-1。そうです。じゃあ相手の得点は誰？鈴木先ほど言っての鈴木選手と、うちのは、サビオ選手と島村選手と木下選手。じゃあチームへの応援の一言。一言は頑張りましょう。いつもの頑張りましょう。今日はどこから来ましたか？今日は東京です。神奈川です。はい。あと日立大は初めてですか？初めてです。初めてです。お楽しみください。はい、今日の試合で注目選手は誰ですか？佐野海舟選手です。知念選手です。はい、勝敗予想はどうですか？どうしよう、じゃあ3-0で鹿島の勝ちで、はい、2-0で鹿島の勝ちで。はい、こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？茨城県から来ました。はい、日立大は初めてですか？はい、初めてです。あ、お楽しみください。注目の選手は誰ですか？今日は鈴木選手とチャブリッチのフォワード陣に注目しています。はい、勝敗予想はどうですか？3-0です。今日はどこから来ましたか？千葉県の香取市というところです。はい、同じです。日立大は初めてですか？初めてです。はい、お楽しみください。どうも。はい、今日の試合注目の選手は誰ですか？鹿島アントラーズの鈴木優真選手です、はい、鹿島諸岡選手。はい、あと今日の勝敗予想はどうですか？
2-0 鹿島で、うん、はい、3-1鹿島、はい、ありがとうございます。今日の試合で来るは何回目ですか？20回以上来てる。いや、もっと来てる。今年、あー、すごい来てる。アウェー以外来てる。アウェー以外1回。注目選手は誰ですか？島村選手。あ、私も勝敗予想はどうですか？勝敗、うん、勝敗スコアと得点、うん、そうです。2-1で、うん、木下とサビオ。今年、2回目です。はい、3回目です。注目の選手は誰ですか？第2週か。島村選手です。はい、勝敗予想はどうですか？2-1です。で、はい、レイソルです。はい、では。こんにちは。こんにちは。はい。今日の試合は何回目ですか？今年。今年は何回目？ほぼ全部来てるよね。ほぼ全部来てます。すごい。全部来てる。うん、そうだね。はい。あと注目の選手は誰ですか？今気がしてるけど高峰選手。でも今日の試合だよ。あ、そうです、ね。今日の試合。うん。今日の試合だったら。三丸選手。はい。三丸選手。私は豊島選手ですかね、はい、うん、勝敗予想はどうですか？勝敗は、うん、ちょっと強気で 2-0 で、はい、今日は何回目ですか？毎回、はい、注目の選手は誰ですか？今日は島村ですかね、はい、松健、はい、サビオ、サビオ、はい、勝敗予想もお願いします。 1-0、はい、1-0、また来た、はい、今日の試合 2-0、はい、大きく出たね、大きく出た、せーの、勝ち点3を持ち帰ります。絶対練習をしてゴールデンウィーク最終日を過ごしたいです。楽しく、はい、お願いします。今日も絶対勝つぞ。いつも応援してます。はい、今日勝ちましょう。い勝ちましょう。頑張れください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。レイソル勝つぞ。レイソル勝つぞね。レイソル勝つぞ。お願いします。1万円お預かりいたします。
Thank you.
今日の試合終わりました。めっちゃ悔しかったです。今天下半场 Sabio 选手的一个点球和射门都没有进，非常非常的遗憾。最后选手谢场的时候， Sabio 走到我们面前，然后他眼睛里面也饱含泪水，我想他也非常的懊恼，和我们一样都非常的懊悔。よく頑張りました。ありがとうございます。今天的比赛，我们先丢了一个进球，在下半场，島村選手打进一个球的时候，全场被点燃了。之后在中场结束前，卡西瓦打出了很精彩的一波进攻。可惜我们运气欠佳，没能获得一个进球。在最后时刻伤停补时阶段，还被卡西玛抓住一次机会，在伤停补时把我们绝杀，1-2在主场输掉了这场比赛。这场比赛之后，我们卡西玛连续两连败，现在我们的积分已经掉到了第14位。然后我们今天的对手全取三分之后，他们已经冲到了积分榜的第3位。我们卡西瓦雷索鲁从赛季初排在上半段，现在已经慢慢的掉到了下半段。我们这个赛季平局太多，希望我们接下来的比赛可以多获得一些胜利。頑張ります。頑張りましょう。